はい、スプレーと申します。人間とボットどっちがお金稼げるのかやっていきましょう。ちょっとトレードにね、今年は挑戦していこうっていうんで、それをね動画にしていこうかと思いまして、100ドルを用意しまして、まあその中でね、いろいろ試して、それが何ドルに増えるの、何ドルに減るのみたいなことをねやっていこうかと思います。で、自分がトレードするのと、もう一つ仮想通貨取引所でボットっていうのをね置かれてるかと思います。そのボットを使って設定してやってみるのと、どっちが儲かるのかなっていうのをね、ちょっと勝負していこうかなと思います。もちろん人間の方が勝つよね。嘘です。ちなみに去年の実績、大赤字というね人間がねやっていきますので、まあその辺ね、まあエンタメとして見ていただければなと思います。で、今回ね OKX っていう仮想通貨取引所を使っていきます。まあちょっと理由がいろいろありまして、まあこういう風にね書いてますんで、ちょっと読んでいきますね。今回は OKX を使用することにしましたよって。なんでっていうとね、まあバイビットがちょっと現物手数料のね無料期間終わってしまったんですよ。バイビットっていうね、私がしょっちゅう、紹介している仮想通貨取引所がありまして、こちらね、1月の何日までだったかな、まあ、ちょっと1月の初めまでだったら手数料ね、現物の手数料無料だったんですが、これがね現物手数料の無料期間終わってしまって、手数料結構痛い、これが1個引っかかったのと、この OKX ね、バイビットよりも手数料が安いんですよ。こちらね、右がバイビット、左が OKX の手数料なんですが、まずね現物、こちらスポットって書いてあるが現物ですね。で、こちらねいろいろレベルがあって、金額によってねレベルがいろいろあるんですが、まあ、とりあえず一番最初のね金額で見てみると、メーカーっていうのが 0.08、メーカーですね、メーカーが 0.1 と、まあ 0.02 なんだけども、まあやっぱ大きなね差がそのうち出てくるよっていうんで、まあここの辺のね違いが出てきます。あ、ちなみにメーカーとかねテイカーっていうのは、こちらね、この左に見えてるここですね。これがね、ビットコインの板と呼ばれるものですね。これがね、作る人をメーカー、取り去る人をテイカーと呼びます。仮想通貨取引所って、この板の厚みですね。これを重要視しているよと。なので、ここの板を新しく作ってくれる人。例えばさ、まあここ今全然金額見えてないけど、じゃあ、190000っていう板がなかったとするよ。じゃあ190000で差し値で取引をするよっていうのを、板を新しく作ってくれた人が、メーカーになりますね。これをしてくれると、仮想通貨取引所としてはそのね取引所の価値が上がるっていうことで、それをね高く評価してくれて手数料を安くしてくれてる。逆にこの取引所のこの板、このね18923.6 っていうところから購入をしますよと、この板を取り剥がしてしまうという人たちはテイカーということで、仮想通貨のね、取引所の価値を下げてしまうので、まあメーカーに比べればねちょっと手数料が高くなっていますよっていう、そういうことらしいです。こういうねもう本当基礎中の基礎みたいなところから、私はやっていきますので、っていうのもね、私自身がもうこういう取引っていうのは全くのど素人で、正直この OKX でもまあバイビットでも一緒なんだけどさ、こういう、取引のやり方すらもおぼつかないぐらいの人間ですので、まあちょっとね自分もね新しく始めてみたいなとか、こういう言葉わかんないよっていう場合はね、コメント欄に書いていただけると、まあ私も一緒にね勉強していきますので、よかったらね書いてみてください。まあというわけで、ちょっと現物のね手数料の話に戻ります。まず現物の手数料ですね、 OKX の方が 0.02% の方が安かったよっていうんで、ちょっと OKX をね使っていこうかなといった感じです。で、ちなみにフューチャーなんちゃらチャチャってやつね、こちらで言うこの辺のインバース契約取引とか無期限定、まあ先物とか、まあショートとかロングとか言ってるやつですね、そういうものの手数料もこっちですね、まあちょっとこの辺ね、パーって見てみて、0.06、0.01、まあこれぐらいの金額だよっていうのをまあ見ておいて、こっちを見てみると、メーカーが 0.02 ということで、メーカーはね、実は、バイビットの方が安いみたい。ただ、テイカーの方ですね、0.05 ということで、こっちの、OKX の方が安いよと言った感じみたい。で、取引金額が上がっていくと、どんどん OKX の方が安くなるよと。あ、まあもちろんこの VIP ってやつは、ほっといてね、この VIP ってやつはどうやってなるのかもよくわかんないから、とりあえずこっちの上のね方だけ見て、一般のところだけ見たら、まあそういう風なことになってるよという感じになっています。まあ、私がどういう取引するかわかんないんだけどね、まあちょっと OKX の方が、まあ相対的に見て手数料が安いかなと
という感じになっています。じゃあ次に行きますと、まあ OKX っていうのがね、そもそもの大手取引所になってまして、こちらコイン月光っていうサイトによる、仮想通貨の取引所のランキングみたいなものが出ていますと。で1番はねバイナンス、まあ、バイナンスがもう正直日本人締め出す予定にあるので、ちょっと触るの怖いんで、ここちょっと、私はね今のところ放送するにはちょっと使わないでおこうかなと思うんで、まあ第2位コインベースはね、まあ使えないので OKX 第2位のここを使おうかなっていうのと、ここ見てもらいたいんですが、ここね、Xにゃんちゃらかんちゃらかんちゃらって書いてありまして、取引所には資産に関する第三者、監査があるよっていう風なことが書かれてます。 FTX っていう仮想通貨取引所がまあいろいろ悪いことをしてて、まあ破産になってしまった、潰れてしまったよっていうんで、慌ててねいろんな会社さんが自分たちの資産大丈夫ですよっていうのを公開してるんですけど、それに一番最初に公開したのがこの OKX らしいです。それがちゃんとねこの辺で表示されてますよっていうことらしいですね。ということで、まあ、まず間違いないとは言わないんだけど、できるだけ安心したところ使いたいので、こっちのね OKX を使うような、ことにしましたと言ったところで、まあ、ちょっと大手さんでねやっていこうということです。これが一応表向きの理由です。で裏向きの理由なんですけども、OKX のね中の人にねやってみませんかって、まあアフィリエイトってやつをねやってみませんかって誘われたっていうのがね、これがあります。っていうか、まあ申し訳ない、はっきり言ってしまうとこれが一番大きいです。 OKX ってさ、まあ正直なところ英語なんで、いやいやちょっと私には英語は難しいよって思ってたんだよ。そしたらねこの中の人が OKX の、わかんないことあったらね、もう日本語で私に聞いてくれと、そしたら私が答えるからっていうこと、もうそういうことを言ってくれたんで、じゃあもうそれだったら安心かと。でたまにねバイビットを私すごい紹介してるんで、バイビットの使い方とかをね教えてほしいっていうね、メールとか来たりするんですよ。それがね英語だったら私答えれなかったんだけど、私がこの人を通じて中の話を聞けるので、それだったら安心かなと。でこの中の人もねそういう、問い合わせとかもあるんで、そういうこと聞いても大丈夫ですかって言ったら、あ全然聞いてくださいみたいな感じで、ね、軽く答えてくださったので、あまあそれだったらやってみようかなって。でまあ正直なところこういうのってさ、まあ言ったら誘われるとやっぱ嬉しいんですよ。こうやってさ仮想通貨ってもう右も左もわからないうちからもうどん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 動画出して、手当たり次第にいろんなこと試していろいろやってきて、でその中で見つけてもらってそれで誘われるっていうのはねとっても嬉しいことなので、まあ何かの縁もあるっていうことで、今回は OKX を使っていろいろやっていこうと。で OKX をね、日本人に広めるっていうこともいろいろやっていこうかなと思うので、こういうふうに OKX を今回使ってみることにしました。でね日本人で OKX の紹介してる人がほとんどいないんですよ。っていうのも今まで OKX 自体が日本人にそもそも力を入れていないっていうのがありまして、日本人をあなたアフィリエイトやりませんかみたいな招待してる人がそもそもそんないなかったみたいです。で逆にさバイビットとか MEXC ってさ、 Twitter 見ても YouTube 見てもブログ見てもいろんな人がね、はいこのリンク踏んでバイビット登録してみたいなねことをやってる人がたくさんいますよね。これさはっきり言ってもう飽和状態で、新しい人がね踏み込む隙間がないんですよ。これもう本当にこういうアフィリエイターの裏の裏のお話なんで申し訳ないんですけど、バイビットってさ本当に日本人に力入れまくってて、日本人のね日本人を取り込めるように日本語でいろんなものを施策をやってたり、日本人向けの何かをやってたりとか言って、日本人のねアフィリエイターがもう溢れ返ってるんですね。そんな中で、じゃあ私みたいにさトレードとか全然わかんないし仮想通貨って何ですかって言ってた人たちが入っていけるのかって言ったら、そんなわけなくてさ、もう新人が全然勝負にならないんですよ。もうレッドオーシャン、もレッドオーシャンなんで、そんな状況よりも日本人が全然いない、全然誰も紹介していないこういう OKX っていうものをね紹介していける、まあそういうポジションに行けるんだったらそっちに行った方がいいよねっていうんで、私はこのレッドオーシャンよりもブルーオーシャンにね突っ込んでいこうと思います。でさ、これは別にここまでが自分の話であってさ、これを聞いてる人たちにとっては何のメリットもないじゃないですか。なのでこの聞いてる人たちのメリットもねちゃんと用意しました。まず手数料っていうのが 10% オフになります。私のリンクから入ってもらうとね、この OKX のアフィリエイトのリンクってたくさんありまして、自分でねアフィリエイトのリンク作る人がさいろいろ選べます。それこそ何自分が何パーセントってもうめちゃめちゃ少なくして、リンクを踏む人が 20% とかさ 15% とか、手数料ね安くなるようなねメリットを作ることもできます。まあそんなことやるよりもギブアウェイみたいなねことをやって
やったりとか NFT をね、私が購入したものを何かみんなに配るみたいなことをやった方が面白いなと思って、まあ、ちょっと今回はね 10% っていう、金額でね設定をしようかなと思います。でこの手数料 10% オフってどういうことっていうと、もともとの手数料が 0.1% の場合、さっきの、現物手数料のテイカーの方ですねの手数料 0.1% なので、まあ、この 0.1% だった場合 0.1%×10% で 0.01 っていうねこの数字が出てきますよと。でこの 0.01 を元の手数料 0.1 から引いて、0.09、 ここの赤字の部分ですね、この 0.09 っていうのが私から招待入ってくれた人たちの手数料になりますよっていう感じになります。これだけ見ると 0.09 そんな違うのって思うかもしれないんですけど、去年の手数料っていうのをちょっと計算でね出してみてください。例えばさ、手数料だけでも何千円何万円って出してる人たち、その辺にポロポロいますよね。私も多分手数料だけで何万円も出してるような人です。あとはまあイーサとか使ってなければ何万円もいかないかもしんないけどね、まあ、ちょっとそこまで言い過ぎかもしんないけど、この手数料が 0.01 下がるだけでもどのぐらい違うんだろうっていうのはちょっと出してみてください。かなり大きな金額になってきますので、まあ、これがね私が出せる一つのメリットで、もう一つがまずこれ私のメリットではないんだけど、1月20日までトレーディングボットキャンペーンみたいなね、こういうキャンペーンをやっていますよと。これがねグリッドボットっていうものの紹介ページなんですが、とりあえずねこの1月の20日まで、まあ、いろんなね恩恵がありますよと。で、私が皆さんに提供できるメリットのその2つ目として、こういうものを日本語で皆さんに画面付きでねこの YouTube でお送りしますよっていうのがまず2つ目のメリットかなと思います。別に運営でも何でもない人間がこうやってね、日本語で紹介してるっていうことがまずありえないので、で中身が分かんなければ運営さんに直接聞ける立場になれたので、ね分かんないことあれば聞いて、確認してまた皆さんにお伝えするという、そういうことが、2つ目のメリットかなと思います。でまあちょっと今回もね軽く説明していくと、グリッドボットっていうものがありまして、プログラムによる自動売買ですね、そういうことをしてくれますよっていうのがこの、仕組みになります。でこの仕組みを使ってくれた人にいろいろ恩恵を渡しますよっていうんで、まずね、この1月1日からやってたんですけど、1月20日までと1週間ずつにね区切りがありまして、1月15日まで、ちょっとここ間に合わないと思うんで1月16日この最後の週だけちょっと紹介しますね。先着1000名様までに、5000USDT をシェアしますよっていうことなので、1人5ドルですね、1人5ドルもらえますよと。でクリエイトワンスポット DCA ボットっていうものを作りますよと。でそれを100ドル以上かけてくださいね、少なくとも2回以上取引を行ってください。で24時間は一つのボットを動かしてくださいねということになっています。でこれね、まあ、ちょっと実際に後で動画にしてこういうことじゃないかなみたいなことをやっていきますので、でそれ以外にもいろいろありまして、こういうこのボットでね利益をたくさん得た人はそれプラス 300USDT とかこの辺もらえますよとか、このボットなんか 1000USDT も当たるよっていうことで、ボットっていうのは他の人がコピーすることができまして、まあ、たくさんねコピーしてくれた人っていう人は 1000USDT が当たるよと、ね、とんでもない金額が出てきますね。で、ゼロトレーディングフィーということで、ここが大きくて、取引手数料がねここゼロに設定されてます。ボットってどのタイミングでね売買しますよみたいな、その間隔みたいなの設定できるんですね。トレーディングにもしガス代がかかってしまうなら、細かいトレードをするとね、ちょっと値段が下がったら買って、ちょっと上がったら売ってみたいな、そうすごい細かいことをやってしまうとすごいガス代がかかってくる、手数料がかかってきますので、ガス代負けっていうことが起こってくるんだけど、とりあえずこの1月20日まではこのガス代っていうのが0円になってますので、全く手数料がかからない、いくら細かいね売買をしても問題ないよっていう、ことになっています。まあ、ただしこのアイスバーグっていうのかな、これと TWAP っていうこの2つのボットに関しては、ちょっと対象外ですよということが書かれています。でもう一つ面白いのが Your roses are one of us、 合ってる？知らない。とりあえずね1人10ドルまで損失出しても保証しますよと。まあ、ただし初めてねボットを使う人だけですよっていうことなんだけども、10ドルまでとりあえず損失カバーしてくれんだって。でこれちょっとね中身がさ、まあ英語と中国語しかなくてこんな感じになってるんで、ちょっとねこれに関しては、概要欄にね日本語訳を置いておきます。
はい、こんな感じですね。最初 OKX のアカウントはっていうんで UID っていうものをね入れますよと。でキャンペーン中に作成したボットの種類っていうんでそれも入れちゃう。で報酬配布のための連絡先、OKX のトレーディングボットに関する提案やアドバイスを送信してくださいっていうこの4項目ですね。それを入れると、10ドル保証してくれますよということになりますのでね。初めてやる方はね、これやってみてください。で、ボットってさ、本当に簡単にポンとできますので、やってみて損はない。っていうかまあ、10ドルまでだったらね、リアルに損がないので、ぜひね、やってみてください。というわけで私が紹介できる、まあこういうね、メリットの2つ目でした。改めて紹介しますと、手数料が 10% オフだよっていうのと、私がこういう風に OKX のね、キャンペーンに対して日本語で、解説する動画をね、ちょこちょこと作っていくかと思いますので、それ見てもらえばね、割かしキャンペーンをね、逃さないで済むと。こういうキャンペーンね、私去年だけでも、まあ、多分500ドルぐらいもらってるんで、ぜひね、やってみてください。で、まあ、わかんないことあったら聞いてもらったらね、私も、中の人に直接聞けるようになったので、まあね、気が向いたら、まあ、聞いてみてくださいと。というわけで、ごめんなさい。今日ね、実際に、この、購入するところ、ボットで購入するところと、実際自分がね、手で手動で購入していくところと動画作る予定だったんですけども、紹介するだけでもう15分、16分経ってしまってる動画になってるので、この辺で一回切りたいと思います。次の動画で実際にボットってどういう買い方するのとか、この OKX の、先物とかの買い方ですね、この辺を紹介していきますので、まあ、実際購入してね、人間がやる方が儲かるのかボットがやった方が儲かるのかっていうそういうね遊びをちょっとやっていきますので、ぜひねチャンネル登録していただけるとありがたいです。そのうちギブアウェイなんかの、道につながりますので、ぜひよろしくお願いします。というわけでスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。